ぎ話は私を悪夢から解き放ち心地よい眠りを与えてくれたものでした。そういえば、アルファって前はエルフの森に住んでいたの？ええ、そうね。エルフは自然が好きだから。大体は森の奥に集落を作って、そこで暮らすということが多いわね。ふむ。そういった森はこの辺りにもあるの？そうね。私が知っているのは一つだけど。なるほど。火事に気をつけた方がいい。火事に？わかった。気をつけるよう言っておくわ。エルフの森って焼かれるのがお約束だからね。何も起きないといいのだけど。シドの言葉にはいつだって隠された深い意味がある。きっと今度も。あれは、ヒラは。やっぱりエルフ狩りは火に限る。お前ら、準備はいいな。おう、いぶし出されたところを全員と捕まえてやるぜ。エルフは器量がいいから、稼ぎやすくて助かるぜ。あいつら、いいか、やけどだけはさせんなよ。大切な商品なんだ。やるなら背中にしろ。へへへ、分かってるって。んじゃ。こちらのセリフよ。エルフの森で何をするつもり？くそ、気づかれたのか。なんでわかったんだ。待って、ただの小娘だ。奴隷が一匹早速飛び込んできただけだ。なんだこのブサイクなエルフ。本当にこいつが今回北部エルフなのか？ああ、こいつは悪魔付きだ。奴隷としては金にならんが、運べばいい金になる。なんだそりゃ。だったらなんで他のやつがこの仕事やらねえんだ？お前はこの仕事を始めて日が浅いんだったな。俺たちにはこういう肉の塊を運ぶ仕事ってのがある。確かに奴隷商人じゃないとこういうのは大手を振って運べなさそうだけどよ。神に見放された哀れな存在を運ぶってだけで俺たちは聖教の奴らから
たんまりいただけるって寸法よ。こいつら絶対許さない。お前らはこの世界を蝕む存在、全員残らず始末する。なんだこい、うわ、私だって最後まで悲鳴を上げられなかった。お前たちにも同じ思いを味わわせてやる。ああ、助け。ここでただこいつらを始末しても結果的には何も変わりはしない。落ち着いて。こういう時こそシャドウならどうするだろう。この森に手を出そうとする限り、私はいつでも現れるだろう。我は影。影はいつどこにでも存在する。だから、逃げられると思うな。もう二度と近づきません。あの人の真似をしてみたけれど、効果はどれくらいあるのかしら。もっと精進しなくちゃね。ただいま。おかえり。どこに行ってたの？ちょっとね。やっぱりあなたはすごいわ。僕なんかしたっけ？まあいいや、なんかわかんないけど、お礼言っておこう。どういたしまして。